西下孫一殿ですよね。俺、父さんの行方を探してるんですが。さあな、野郎には興味ないんだね。そうですか。ああ、蓮氏って美人さんに聞いたんだが、以前南軍に弓の名士で、何の因果か。それが花公園だって保証はないが。父さんの行く…さあな…そ…あ、レン…で…じゃあ…それがか…仲間が増えてき、討伐軍は少しずつ…ジャンヌ殿には、あの人のためなら何でもで…羽側にあった箱のような建物…一体何？明かりもたくさんついてたし、まるで…最下衆の力、見せてやるぜ。加工中堅三丁。本家の誇り。どうするんだ？また来てくれ。かつて南軍の地に弓の名手がいたという。しかし押し寄せる妖魔の大軍と戦い、以後の行方が知れなくなったらしい。父親の行方を探していた加工派は直感した。その人物こそ父加工園に違いないと。加工派は
情報をもたらした雑賀孫一と共に時を渡る。過去を変え、父を救うために。孫一殿、協力してくれて感謝です。俺、てっきり…まあ、男の救援なんか普通ならお断りするとこだが、昔オロチ軍に囲まれたところを花公園に助けられた恩があるんでな。いや、本当助かります。頼りにしてますんで、どうか。山中坊、参るぞ。さて、父さんらしき人ってのはどこ？おい、あっちの方が騒がしいぞ。弓のおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。いいか、やっちまえ。私の出番だ。メス。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。再会に浸ってる暇ねえぜ。やろうと心中なんて勘弁してもらいたいんだがね。いやいやいや、俺と父さんが揃えば楽勝だって言うなぁ、息子。来てくれたことだし、反撃と行くか。了解、父さん。おいおい、それを忘れんなよ。おお、孫一、お前が男を助けに来るとは思わなかったぜ。まあ、あんたに借りがあるし、今回は特別だ。骨ごと噛み砕いてくれ。口当てろ。これで敵も慌てましょう。とりあえずこの辺のヨーマンを追っ払ったな。ありがとうございました。おお、なんだ、ひょっとしてずっと隠れてたのか。はい、妖魔が恐ろしく、ですが、お武家様のおかげで助かりました。素晴らしい妹の通じに、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹は人の砦に隠れているはずなのです。どうか妖魔を追い払い、妹を。美しいお嬢さんの頼みだ。断るはずなんです。まあ、俺たちに任せときな。あ、父さん、俺を置いてかないでよ。私の出番。任せときな。いやー、さすがですな。
私の出番だ。任せてもらう。行くぞ。ここで蹴当てろ。決断。私の出番か。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取ったり。敵将撃ち取ったぜ。決断。私の出番。任せてもらう。行くぞ。私の出番。でも父さん、任せてもらう。本当に行くとすか。無事でよかったよ。どうした息子。真面目な顔して。腹でも痛いのか。私の出番。お前たち親子は友のようだな。私には真似できない。かといって父さんを見下しちゃいないぜ。私の出番か。父さんのことを尊敬しまくりだから。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。じゃあな。行く。行くぞ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 。心配すんな。こういう時の備えはしてやるぞ。最下衆出ろ。おやるな孫一。将兵らの士気も高まりましょう。覚悟はいいな。
てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったぜ。貴様はここで潰され、終わる。お姉さんも頼む。安心して。ありがとうございます。おいおい、まだ砦を落とせねえのか。仕方ねえ。俺様が出るか。おや、玉が出やがったな。ちょっくら行ってとっちめてやっか。これで敵も合わせましょう。遊びたいのか。いいぜ、敵だ。よく来たな。ここから反撃するぞ。ちょろいで、なんてな。追い詰めたと思ったんだが、ここはひとまず退散だ。敵将討ち取ったぜ。いや、お前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな、息子、孫一。これが親子の絆ってね。
まあこれで貸し借りなしだ。ざっとこんなもんだぜ。え？時を超えて俺を助けた。おい息子、熱でもあんのか？いやいやいや、頭は大丈夫だって。すっきり。ま、信じられねえのも無理よね。おいおい、孫一お前まで。って本当なのかそれ。ま、論より証拠。俺たちと一緒に来てよ、父さん。ちょ、待てって息子。うお。おお、素晴らしい戦果だ。